新世界デパートのデパ地下でこのタッカンジョン買ってきたんですよ。なのでホットプレート使ってチーズタッカンジョン作って食べたいと思います。まあね、作るって言ったってここにタッカンジョンとチーズ入れてグツグツ煮るだけっていうね。っていうかね、デパ地下のタッカンジョンめちゃくちゃ値段高かった。こんなちょっとなのにね、1万7000ウォンもしましたよ。だいたい1600円ぐらい。うわ、まあでもやっぱ値段高いだけあって美味しそうなタッカンジョンです。これで作ります。じゃあまずホットプレートを温めます。温まってきましたね。じゃあここにこのタッカンジョンをね入れます。美味しそうです。ジュジュ言ってます。でここにチーズを入れていきます。チーズは多めに入れた方が美味しいですよ。でチーズ溶けるの早いですね。もうすでに溶けてます。ほぼで少し待ちますね。はい、いい感じにチーズ溶けました。で早速食べたいと思います。チーズタッカンジョン、こんな感じですね。甘辛の美味しそうなタッカンジョンです。でチーズもいい感じにねグツグツ煮立ってます。これチーズの海です。あーやばい、チーズがちょっと焦げかけてる。でこんな感じでねタッカンジョンをチーズと絡めて食べます。やばい、チーズトロトロです。チーズこんな感じですね。すごいトロトロで甘辛のタッカンジョンに絡みついてます。じゃあ早速いただきます。めっちゃ熱そう、美味しそう。うまん、うん、チーズが、うん、これトロトロです。うわやばい、チーズ量すごいです。タッカンジョンとねチーズすごい合う。めちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。チーズすごい合います。やっぱチーズ何にでも合いますよね。でも相当熱いですね。すごい汗出てくる。うまっ、チーズトロトロで美味しい。ちょっとせっかくなんでチーズタッカンジョンおっぱいにも少し残しておいてあげますね。これでね、チーズを乗せます。こんな感じで残しておいてあげます。あれ、お箸どこ行った。あれ、ちょっと待って、お箸どこ行った。あ、下に入り込んでる。よし、いいですね、このチーズ加減が。こんな風にチーズをたっぷり絡めて食べます。めちゃくちゃ美味しいです、これやばい、うまい。でたまにこんなナッツとかが入ってるのも美味しいです。チーズ熱すぎる。美味しい。チーズちょっと足そうかな。とっと防腐剤が。チーズは絶対多めの方が美味しいんでね。同じこと2回もしょるわ。ちょいい感じにチーズをとろけさせます。ここにねこうやって絡めて、うわチーズがやばいよ、美味しそう。やっぱりチーズたっぷりが絶対美味しい。チーズトロトロです。うまっ、チーズ美味しいよ。でねこの甘辛のタッカンジョンと合わすのがまたいいですね。全然辛くないです。うますぎる。めちゃくちゃ美味しい。熱い、めちゃくちゃ熱気が。タッカンジョンこんな感じですね。すごく美味しいです、チーズたっぷりで。熱っ。美味しい、めちゃくちゃ美味しい。チーズがたまりません。
すごく美味しい。やばい。こうやって鉄板でね、チーズ入れて食べるのね、タッカンジョンじゃなくても他になんかサムギョプサルでも何でもよく合うんで、ぜひやってみてください。美味しいです。あと少ししかないんで、チーズちょっと贅沢に使います。よいしょ。こんな感じでチーズたっぷりつけて、で最後ちょっと全部最後ちょっとチーズを全部使って、チーズすごい美味しい。美味しかった。チーズタッカンジョンめちゃくちゃ美味しかったです。タッカンジョン買ってきてチーズと絡めて食べるだけなんで、すごく簡単に作れます。でこんなに美味しいんだったら、ぜひやってみるべきだと思います。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。